足出してるから寝てるやん、足掘り出してるやん、みんな寝方してランベロに足上げたらあかんやん。あ、ランベだっけ、ずっと足下げてるから血が下がってきて。あ、なんかあったかな、パトロールなんかあったんちゃう、パトロール、なんか、それか、なんか事件かっこいいな、金ピカのドアでもう見えへんやってたわ。あの、その町の村の中まで入ってたんやけどね、出た、うん、もう雪がひどなってきたから、うるさい、みーちゃん、後ろもデータさんつけたから、2度、2度やから今0、だいぶ気温下がってきた、装備したらなんかね、ジャケットあれやと言うよ、ガタガタ震えとった、こんだけ良かった、まあ、でもこの水なかったら絶対凍ってんなってな、気が積もったまんま、あの村の方の町道みたいなとこあるやん、そこも水バーって巻いとったしたから、何の道も凍ってなかったやろ、うん、水巻いとった、主要道路は座ってんよな、全部飲み薬に帰っていくから水には困らんじゃった、食い方完全にチェーンになった、でもメインの動画はこんな感じにしてっちゃう、全部そうやろな、行動は頑張ったか終わったか、電話しとった、海津大崎先のこと、かっこいいな、この道を、ね、左行ったら本物のビアの本物のアンドとかご飯とか、あー、はいはいはい、なんか道あるわ、あるあるある、ほんまやな、もう完全にあの湖のこう縫うようにして、夏場にバイクで来たらええかもしれない、面白いな、面白いな、信号がみんな縦向きや、今日雪が積もらんよ、重みで曲がるやろな、そうやな、よくやったら、名前つけとる、珍しい、マキノ工業だ、カタカナの名前が珍しい、
こいつらそっち行くんかね。ほんまや。行くんやんか、これ。え？
ちゃうなこれ。これ分譲してんやろ。分譲やん。売ってんやろ。アッキーがまだ昨日リゾートマンション買おうって言ったけど、共同クラブにしようよ。あ、そう言ってんか。あったやん、横にビルみたいなマンション。あ、こ、プレジデント椿っていうとこあって。あこ230万ぐらいで買えるんで。280万やったかな。誰かに貸すんやろ。いやいや、もう道村で使うようにしようって。温泉が、かけ流し温泉がついてて、大浴場が。維持費がでもいるやろ。維持、年、毎月3万がいる。結構寒いの高い。みんなで買った、伊藤ちゃんのとで。毎日海で、何か漁師になってやろう。なってる。あ、これやっぱ海水浴があったわ。何度今？2度。2度やけど、これちょっと高見えてるからな、これ。ロケがまた凍結が起きたもん。京都までまだ66キロもあるの。いやでも、まっすぐやろ、ここ。この分野はどうなのね。船道入るの。記憶ないここ1回しかしてないし。しかも夜やったしな。あ、その時多分、まだバイパス越えなかったんじゃん、あれ。しかもなんか知らんけど、やったら高速を避けていこうと。まあ、お前のバイクはなんか、あかんとか言うたら言うて。東大阪とかあの辺もなんか、下道を走ってくる。高速で、走ったら思んないっていう、それがあったからな。痛いね。うん、痛いね。いつでも高速使わずに下道のみで行こうって。で、下道行ったんや。時間がいっぱいあったからよ。今やったら時間をお金で買うみたいな感じだけど。大変。下道から行ってなかったら、くずりゅうことか言われへんかったやん。あ、何やこれ。あ、道がある。ここで右行ったら、大阪に。あー、ここの若狭街道。あ、ここから大浜市行く。あー、これか。全規制書いてるわ、そっちの方は。こっちに行って、山使えるから。あ、これもう山一個越えたら日本海なんやな、じゃあ。カニ、そうやな、カニ。泊まりでいいかな、もったいない。しか。さっき猿やったの。和歌山はタヌキやのに。いや、飛び出し注意、なんか飛んで違う違う、看板がな。いやいや看板がな、飛び出し注意。動物の種類が。さっきさっきの高速では猿やったね。マークだ。高速で猿出る。消しとったこれ。